キングプリンス・長瀬廉がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングプリンス長瀬 e のラジオ GARDN 文化放送2月28日深夜放送会では、デビュー5周年記念イベント、キングプリンスと打ち上げ花火に言及したほか、地震のジェントルマン、内地面を明かす場面があった。キングプリンスのメンバーが、ファン待望のイベントについて興味深いコメントを寄せました。長瀬廉さんは、お店とかも出せたらと述べ、 大規模な開催を期待すする声も上がっていまキングプリンスはその壮大なスケールとエンターテインメント性で世界中のファンを魅了してきました。彼らのファンにとってメンバーとの交流や特別なイベントは夢のような体験となることでしょう。最近の報道によるとキングプリンスのメンバーが打ち上げ花火イベントの可能性に言及しこれまで以上に大規模な開催が検討されているようです。 ファンにとって、これは待ち望んだニュースであり、期待が高まるばかりです。永瀬廉さんのコメントは、ファンにさらなる興奮をもたらしました。彼が、お店とかも出せたらと述べたことから、イベントが単なる観覧だけでなく、さらなる特典や体験を提供する可能性も考えられます。これにより、ファンは彼らのアイドルとより密接な関係を築くチャンスを得ることができるかもしれません。キングプリンスのファンは、 彼らの愛するアーティストとの特別な瞬間を共有することを楽しみにしています。これまでのイベントでは、メンバーとの交流やライブパフォーマンスがファンを魅了しましたが、今後のイベントではさらに驚きと感動が待っていることでしょう。ファンの期待が高まる中、キングアンドプリンスのチームは、より魅力的で思い出深いイベントを提供するために努力しています。彼らの努力と情熱により、ファンは忘れられない体験をすることができるでしょう。 楽しみに待ちましょう。4月11日に千葉県 ZOZO ゾゾマリンスタジアム、5月22日に山口県キララ広市記念公園で、デビュー5周年の最後を締めくくる花火大会、キングプリンスと打ち上げ花火を開催するキングプリンス。ラジオのオープニングでこのイベントについて触れた永瀬は、やばくない。多分みんなが思っている以上に規模が大きいものになるよ、会場にいろいろお店とかも出せたらいいなっていうぐらいのレベルだと明かし。 お酒とか飲みながら、大きい祭りみたいなイベントにしたいなって思ってる、という。過去には、事務所の先輩である嵐やスーパー8級関ジャニエトがも、東京国立競技場や味の素スタジアム、日産スタジアムなどで行った野外コンサートの演出で花火を上げたことがあり、テゴマスや近畿キ,キッズ、滝沢秀明、近藤正彦は神宮外苑花火大会に出演した。しかし、花火大会をメインとしたイベントを開催したアーティストはこれまでいなかったため、 長瀬は前代未聞というか、そういうことをやろうとしちゃってるから、我々キングプリンスは、5周年のいい締めくくりになるんじゃないかなと思いますと自信満々にコメント。そしてリスナーに、マジで期待というか、楽しみにしててほしいと呼びかけた上で、シンプルに花火って、俺らに興味なくても楽しめるやん、有料席と欄でも見えてしまうやん、花火って。そういうところでも、 キングプリンスがやってるんやって知ってくれるかもしれないと、イベントをきっかけに、自分たちに興味を持ってもらえるのではないかとも期待を寄せた。山口県発の訪問を控える彼は、その地での新たな冒険を楽しみにしているようです。番組スタッフから山口の名物食材として、フグを聞いた際には、フグを鍋にしてバチバチにして食べてやろうかな。泊まれるのかな。 その日、何かおいしいもの食べたいっすねとコメント。これにより、彼の山口訪問が単なる仕事だけでなく、新たな食の発見や地域の魅力を楽しむ冒険でもあることがうかがえます。山口県は、日本の四季折々の風景が楽しめる美しい土地です。その中でも、ふぐ料理は山口の代表的なグルメの一つです。彼の、ふぐを鍋にしてバチバチにして食べてやろうかなというコメントからは、 地元の食材を存分に楽しむ意欲が伝わってきますまた彼の「泊まれるのかなその日何かおいしいもの食べたいっすね」という言葉からは山口県での滞在も期待されていることがうかがえます地元の宿泊施設での体験や山口ならではの味覚を堪能することが彼にとって特別な思い出になることでしょうさらに山口県は歴史的な観光地や自然豊かな場所も多く 彼ががその魅力に触れれるることができるかもしれません地元の人々との交流や伝統文化の体験も彼の山口訪問をより豊かなものにするでしょう。彼の山口訪問が単なる仕事以上の素晴らしい体験となることを願いながら彼の冒険を見守りたいと思います。キングプリンスの永瀬蓮さんが女性を家まで送り届けることを日常茶飯事と語りました。永瀬蓮さんは、 その優しさと思いやりでファンの心をつかんでいます。彼が女性を家まで送り届ける姿は、多くの人々にとって理想的な紳士の姿として称賛されています。彼の行動は、ただのエンターテイナー以上の人間性を示しており、ファンの尊敬を集めています。彼の、日常茶飯事というコメントからは、彼の心の広さと常に思いやりを持って接する姿勢がうかがえます。彼にとって、 他人を大切にすることは当たり前の日常の一部であり、特別な行為ではないようです。一方で、彼のこの行動には、ファンからは感動の声が上がります。彼のファンの間では、彼の優しさや配慮に触れ、彼の人間性にさらなる愛情を抱くことがよくあります。永瀬廉さんの行動は、彼がキングプリンスの一員としてだけでなく、人としても素晴らしい存在であることを示しています。 彼の心温まる行動は、多くの人々に勇気や希望を与えています。長瀬廉さんの言葉と行動からは、彼の謙虚さと人間味が感じられます。彼のファンや周囲の人々は、彼の存在に励まされ、彼の優しさに触れることで、日々の生活に勇気を与えられています。その後、番組ではリスナーが長瀬廉さんをキュンキュンさせる胸キュンエピソードを送る、長瀬廉の角キュンチャレンジコーナーが実施されました。 このコーナーでは、リスナーが永瀬さんに関する胸キュンエピソードを送ることが求められ、その内容はファンの心をくすぐるものばかりでした。永瀬さんの魅力や優しさに触れ、それが彼らの日常に幸せや感動をもたらしている様子が伝わってきます。リスナーから寄せられたエピソードには、永瀬さんが普段の生活や仕事の中で見せる温かさや思いやりがたくさん詰まっています。彼の優しい言葉や思いやりの行動に触れ、 リスナーたちは心から感動し、彼に対する愛情を深めています。長瀬廉のカドキュンチャレンジコーナーは、長瀬さんがファンに与える影響力や存在感を改めて感じさせるものでした。彼のファンたちは、彼の人間性や魅力に触れることで、日々の生活に勇気や希望を見出しているようです。長瀬廉さんの存在は、彼のファンたちにとって特別なものであり、彼らの心を豊かにする大きな力となっています。 彼の優しさや温かさは、多くの人々に幸せや感動をもたらし、彼の存在が彼らの生活に深い意味を与えています。長瀬恋のカドキュンチャレンジコーナーを通じて、長瀬恋さんのファンたちは彼の人間性や魅力に改めて触れ、彼に対する愛情や尊敬を深めることができました。彼の存在は、彼らの心に永遠の輝きを与え続けています。リスナーから寄せられたエピソードによれば、 バイト先の好きな先輩に声をかけ、一緒に帰ることができたとの幸せな体験が語られました。特に、家が反対方向にある先輩が、俺もこっちから行こうかなと言ってくれて、家まで送ってくれました、キュンキュンしすぎて心臓が飛び出しそうでしたとのエピソードがリスナーから寄せられましたが、永瀬さんにはあまり響かなかった様子です。このエピソードは、リスナーが日常の中で体験した胸キュンな出来事を共有したものであり、 多くのリスナーがその瞬間に共感を覚えることでしょう。バイト先の先輩への気持ちや、一緒に過ごす時間がどれほど特別で幸せなものだったかが伝わってきます。特に、家が反対方向にあるにもかかわらず、先輩が快く送ってくれたというエピソードは、先輩の優しさや気遣いが感じられ、リスナーの心をキュンキュンさせるでしょう。このような体験は、若い世代にとっては特別な思い出となり、 日々の生活にほんの少しの幸せを与えてくれます。しかし、長瀬さんにはあまり響かなかったという反応もあります。これは彼の感性や価値観が他の人と異なる可能性があります。彼がリスナーからのエピソードに反応しなかったとしても、それは彼なりの考えや感情があるからかもしれません。このエピソードは、リスナーたちが日常の中で感じる小さな幸せや喜びを共有し、 長瀬さんや他のリスナーとのつながりを深める機会となりました。彼らの心に残る素敵な思い出として、これからも語り継がれることでしょう。長瀬蓮さんは、女性を家まで送り届けることを、当たり前の行為だと語りました。彼にとって、女性を途中までしか送り届けない男性には、むしろ途中までしか帰ってあげへんねや、と残念に思うそうです。女の子と2人で帰るなら、 その女子を最後まで家までしっかり安全を確保しながらというか、見送ってあげるのって当たり前じゃないと主張し、自身がジェントルマンとしてそうするのが、日常茶飯事であると述べました。永瀬廉さんの考え方は、彼が優しさと思いやりに満ちた人物であることを示しています。彼の心遣いや女性への配慮は、多くのファンにとって魅力的な要素の一つであり、彼の人間性をさらに尊敬させるものです。 彼が女性を家まで送り届けることを当たり前と考える理由は彼の価値観や信念に根ざしています。彼にとって大切な人を最後まで安全に送り届けることはただの義務ではなく真のジェントルマンとしての行為なのです。長瀬廉さんの言葉からは彼が人々に対して思いやりと配慮を持って接する姿勢が伝わってきます。彼のファンたちは彼の優しさや温かさに触れることで 彼に対すする愛情や尊敬を深めています永瀬廉さんの姿勢は、多くの人々にとって模範となるものであり、彼の存在は彼らに勇気や希望を与えています。彼のジェントルマンとしての行動は、彼がファンに与える影響力や存在感をさらに高めるものです。この日の放送には、多くの視聴者からの反応が寄せられました。ネット上では、花火大会そんなに大規模なんだ、や、 確かに花火なら会場に入れなくても見れるもんねといった声が聞かれ、たくさんの人に楽しんでもらえるからという理由で花火大会を主催する二人の平和で優しい思考がとても好きといったコメントもありました。特に、永瀬廉さんが女性を送ることを当たり前へと考える姿勢に対する賞賛の声が相次ぎました。彼の優しさや思いやりに対する反応は、多くの視聴者の共感を呼び、彼の人間性に対する尊敬の念を深めるものでした。また 日常茶飯事は聞き捨てならない、といったコメントからは、彼のジェントルマンとしての行動が多くの人々に魅力的に映ることが伝わってきます。彼らの放送が多くの人々の心に響く理由は、彼らの考え方や行動が人々に幸せや喜びを与えることを示しているからです。彼らの平和で優しい思考や、日常の中にある小さな善意が、多くの人々にとって心の支えとなっています。 ナ瀬セさんや彼の仲間たちが、多くの人々に愛される理由は、彼らが人々の心に響く言葉や行動を通じて、日々の生活に喜びや幸せをもたらす存在であるからです。彼らの放送や行動は、多くの人々に勇気や希望を与え、彼らの心にほんの少しの光を灯しています。